アレクサ、3月30日は何の日？3月30日は画家のフィンセント・ファン・ゴッホの誕生日です。ゴッホは花瓶に刺されたひまわりの油絵を7点制作したと言われていますが、そのうち一つは日本にあります。アレクサ、ひまわりの花言葉を教えてと言ってみてください。アレクサ、ひまわりの花言葉は？ひまわりの花言葉は、憧れ、私はあなただけを見つめる、です。ひまわりが太陽の動きに合わせて、花の方向を変えることからその花言葉がついたと言われています。エコー、3月30日は何の日？1987年3月30日に、当時の安高祭会場が、ゴッホの絵画作品、ひまわりを58億円で落札しました。現在も、東京の東郷政治記念損保ジャパン日本興亜美術館に展示されています。アマゾン、3月30日は何の日？3月30日は、画家のヴィンセント・ファン・ゴッホの誕生日です。ゴッホは花瓶に刺されたひまわりの油絵を7点制作したと言われていますが、そのうち一つは日本にあります。アレクサ、ひまわりの花言葉を教えてと言ってみてください。アマゾン、ひまわりの花言葉を教えて。アマゾン、ひまわりの花言葉を教えて。ひまわりの花言葉は、憧れ、私はあなただけを見つめる、です。ひまわりが太陽の動きに合わせて花の方向を変えることからその花言葉がついたと言われています。